おめでとうございます。吉村知事はもう間もなく来ます。すいません、私は岩谷です。皆さん、投票用紙に吉村洋平に書かないでください。岩谷洋平です。お願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。これだけ多くの皆様お集まりいただきましてありがとうございます。もう間もなくですね、吉村大阪府知事やってまいります。そうですね、今日これで衆議院選挙を残すところ本日を入れてあと3日となってまいりました。今回この吉村知事の応援を受けまして、岩谷良平、この街頭演説会を始めたいと思います。それではですね、まず冒頭にですね、私の同僚にもなります大阪府議会議員西野浩一さんが今回岩谷良平をしっかりと応援してくださっております。どうか皆さん、この西野浩一大阪府議会議員による応援説をしばしお聞きください。よろしくお願いいたします。じゃあお願いいたします。ご紹介いただきました西野浩一です。私はですね、2週間前までは岩谷さんとしのぎを削ってました。私もこの選挙に立候補しようと頑張っておりましたので、岩谷さんとこうして並んで訴えを申し上げるというのはちょっと正直複雑なところもあるんです。でも私は後援会の方といろいろとお話をしまして、2週間前に不出馬を決めました。それから1週間はこの選挙には何もタッチしませんでした。そりゃそうですよね。自分が出ようと思った選挙です。自分が出ないと決めたからといって、じゃあ誰かの応援をするなんていうこと、なかなかその気になれなかったんです。でもこの間、後援者の方から、西野さん、もう私はあんたが出ないんで選挙に行かんとこは、とそんな声をたくさん聞いたんです。その時に、本当に私は政治家としてこのままこの選挙に何も携わらないで、関わらないで過ごしていいのかな、そういう気持ちが強くなってきたんですね。今回の選挙はめちゃくちゃ大事な選挙です。言うまでもなく、コロナ禍をどうやって乗り切って、その後この国をいかに立て直すのか、その議論が国会では待ってるんです。その議論の場に東大阪の代表としてどなたに立っていただくべきなのか、それを決める大事な選挙なんです。こんな状況でも、みんなしんどくても歯を食いしばって一生懸命頑張っておられる方々、その皆さんを一人でも多くお救いするために、この伏せの街でもやっと今週からネオンの明かりが灯りましたけれども、先週までは真っ暗でした。こうした今まで我慢に我慢を重ねていただいた皆さんを、どうして元通り、いやそれ以上に盛り上げていくのか、そんな議論をする国会がこの後すぐに始まるんです。その場にどなたに立っていただくのか、また私をお支えいただき、私に期待をいただいた皆さん、そういう皆さんが今回選挙に行かないということであれば、吉村さんが到着しました。あの、皆さん、この写真ちょっと撮っといてほしいんです。でもこれで私はお話終わりますけれども、私からお話したいこと、今から言うことが一番大事なんですよ。で、私に期待をいただいてた方、多くが今回
私が岩谷さんの支援に回ったということをまだご存知じゃないんです。このまま放っておくと、おそらく3割は放っていても岩谷さんに入れてくれると思います。でも残りの3割選挙に行きはれんと思います。さらに3割はもしかしたら相手さんに行ってしまうかも分かりませんので、この絵をもう一回撮っておいてください。で、拡散していただいて、西野浩一は岩谷さんの支援に回ってるということを皆さんからぜひ拡散をいただきたいんです。よろしくお願いします。そしてこの後必ずこの選挙に岩谷さんが勝っていただいたならば、古い政治をもうやめて、いつまでもちょろ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 小手先だけ変えるようなこんな政治をやめて、しっかりと皆さんを盛り立てていく、このコロナを乗り切って傷んだ経済を立て直してしっかりと改革を進めていきますので、そのことは私西野浩一が確信を持って皆様にご推薦を申し上げます。どうぞ岩谷さんをよろしくお願い申し上げまして、訴えとさせていただきます。よろしくお願いいたします。あとちょっと待ってください、もう一個だけ。これもねすごいなと思うのは、皆さんこんなに集まっていただいてるじゃないですか、はい、普通だったらこの警備というかですね、設営ってできないんですよ。僕なんか個人の講演会であったら全然できません。だけどこれができて岩谷さんがここまで盛り上がってるっていうのは、実は横に広野府会議員いらっしゃいますけど、広野府会議員はじめ東大阪の市会議員団の方すごく頑張ってくれてあります。また維新のボランティアの皆さん、今日も私の事務所でシール貼り5時間ぐらいやっていただきましたけれども、そうしたボランティアの皆さんね、力があってこれ盛り上がっているので、そういう皆さんの思いも合わせてですね、皆さんに伝わったらなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。西野府議会にどうもありがとうございました。それでは皆様、大変お待たせいたしました、吉村博文知事による、応援演説を始めさせていただきたいと思います。それでは吉村知事お願いいたします。皆さんこんばんは。日本維新の会副代表大阪府知事の吉村です。いや本当皆さんありがとうございます。もうこの7時前夜の7時前、もう平日のこの時間帯って言ったらなかなかお集まりにくい時間帯に、これだけ多くの皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。本当皆さん感謝です。ぜひそして岩谷さんをよろしくお願いします。でね、まあ今回もそうですけども、僕は知事になって、今国会の状況を見てても腹立ってしょうがないですね。もう腹立ってしょうがない。もうちょっと力入れて、もうちょっとちゃんとやってもらいたい、そう思います。借金もどんどん増えている、増税ですか、借金をこれからも増やしていくんですか。で、国会議員はぬるま湯に浸かってるでしょ、まあ、僕ら維新の会もそんな100点の政治ができているとは思いません。でもどっちがマシかというのをぜひ見てもらいたいんです。大阪で10年以上前のやってた大阪自民党の政治、維新の政治、どっちがマシか。僕たちは言ったことは実行する、約束したことは実行する、これは徹底的にやってきました。でね、10年前、実は大阪府も大阪市も大変な状況でした。もう大赤字で、ね、もうこのままいけば倒産するって言われてたんです。今ちょうど京都がそう言われてます。京都市このまま行ったらやばいよねって言われてますね。保育サービス、住民サービスはもう削らなきゃダメだよね、借金が増えすぎて大変になってきちゃった、地下鉄の運賃も220円に上げますよ、もう大変なんです。今京都市そういう報道がされてます。借金多くなりすぎたんです。実は大阪もそうだったんです。今でこそ2025年の万博とか言ってますが、10年前、例えば大阪市の借金は5兆円、その5兆円あった借金、橋本さんの時代と、まあ、僕の時代で徹底的に借金は減らしてきました。5兆円あった借金はね、3兆4000億円まで減らしたんです。1兆6000億円、1兆4000億円減らしました。8年間で圧倒的に減らして、今大阪市の財政はめちゃくちゃいい状況になってるんです。これなんでやったのかといえば、借金をどんどん増やすっていう政治は
子供たち孫たちにツケを回すっていう政治なんです。今目の前にいる小さなお子さんもいらっしゃいます。選挙権持ってません。一票持ってないんです。この子供たち孫たちの世代にどんどん借金を増やすような政治、そんなのもやったらダメ。徹底的に減らしていきました。子供たちが背負うのは借金じゃないんです。子供たちが背負うのはランドセル、教科書なんですよ。なんで大人が無責任に借金増やしてるんですか。知らんぷりですよ。だから徹底的に借金は減らしました。でも増税してません。改革をやって財源を生み出して住民サービスも増やしながら借金は減らしてきたんです。黒字に変えてきました。大阪府知ってます？皆さん、大阪府の財政ひどかったですね。10年前あの橋本さんが知事になった時、こんなん破産会社やんかっていうところからスタートでした。本当にそうだったんです。10年前の大阪府っていうのはずっとその前10年間赤字でした。大赤字。赤字だけじゃありません。借金を返すための貯金、これに手をつけてたんです。5200億円です、その金額。なんと赤字なだけじゃなくて、借金を返さなきゃいかん貯金にですね手をつけてたんです。こんなん家庭でやったらもうめちゃめちゃ怒られますよ。一生懸命、例えばお母ちゃんが借金返すために貯金してたのを、お父ちゃんがこれ使って何回使っちゃった、このもうむちゃくちゃ怒られます。でもこれが普通に大阪府で行われてました。その金額なんと5200億円です。大穴開いてたんです。もう腹立ってしょうがないです。この穴埋めも、いい穴埋めは今もやってるんです。200億円の大穴もう開けててね、当時の知事さんも腹立ってしょうがないですよ。もう名前言いません。太田さん太田府知事です。今自民党の国会議員参議院で機嫌よくやってます。僕の橋本さんの時代、松井さんの時代、僕の時代でこの穴埋めをやって、あと 2,3 年でようやくこれが埋め終わります。やっと元に戻るんです、ね、いや本当ありがとうございます。これも結局次の世代にツケを回すのはやめよう、そういう思いで徹底的にやってきて今があるんです。でね、これは単に改革やって財源を生み出して赤字を黒字に変える、そうやっただけじゃありません。財源を生み出して次の世代に投資をする、これを徹底的にやったんです。増税してませんよ。借金は減らしてます。例えば私立高校行こうと思ったらお金かかりました。でも今は無償で行けるんです。無償で行けるようになりました。僕が大阪市長の時に子どもたちの教育かかります、これは大阪市ですけども、5歳児、4歳児、3歳児の幼児教育っていうのは無償にしました。大学、今大阪府知事です。大阪市立大学、府立大学、これを合わせた大学もものすごい大学を作りましたが、この大学も大阪の皆さんは無償できるようにしました。増税してません。借金は減らしてます。改革で財源を生み出してるんです。大阪に生まれた子供が自分の可能性を追求できるように、この学校行きたいと思って頑張れば行けるような、そんな社会を作りたいと思ってやってきたんです。給食すらありませんでしたよ。大阪ってひどいですね。大都市大阪に給食すらなかったの、中学校給食、橋本さんより前は。でも橋本さんの時に給食作りました。ただどうしてもちょっと冷たい給食だったからまずいって言われちゃいましてね。で僕が市長になってから温かい給食に変えました。なんと松井さんの時に、松井さんになってこの給食は今小中学校とも無償です。改革で財源を生み出してやってるんです。じゃあどうやって生み出したのかってね、これもね、どうやって生み出したかっていうと、まずはやっぱり自分たちのことから始めたんです。ここが僕が一番今の国会議員にやってもらいたい腹立ってるところ。あのね、退職金ってあったんです、知事市長には。その退職金の金額いくらだと思います？退職金の金額なんと4000万円です、知事市長。この4000万円の退職金、こんなの民間にはないんです。2期やったら8000万円、3期やったら1億2000万円、年末ジャンボ宝くじですよ。これお母さん笑ってらっしゃいますけど、支払い者は誰が払ってるんですかということなんです。支払い者は皆さんなんです。こんなのおかしいやんかと。民間会社だったら30年40年一生懸命働いて退職金です。なんで4年で、
なんで3期やったらいい年末ジャンボ宝くじなの？払ってるのは皆さんです。おかしいんです。だからゼロにしました。給料も3割カットでも十分生活できてるんです。十分に大阪の府議会議員もそうですよ。3割カットしてるんです。十分生活できてます。でもそれをすることによってまずは自分たちのぬるま湯を変えていこう。それで改革が始まり財源を生み出しさっき言った教育の無償化こういうことも実現することができたんです。そしたらねちょっと嬉しいことありましてこの東大阪でお母さん寄ってきてくれましてね、いや私シングルマザーなんだけど子供3人そのうちの1人が私学の学校行きたくて行きたかったんだけど今回私学に行けました。私学大阪無償だから行けました。ありがとう。その一言言いたくてここに来たんです言ってくれましたね。まあ本当僕嬉しくてしょうがなかったですね。嬉しくてしょうがなかったんです本当に。政治家冥利に尽きるなと思いましたよ。退職金4000万ゼロにして本当に良かったと思いました。やってなかったらできなかったんですから。大阪の子どもたちが自分の可能性を追求できる。もちろんいろんな課題がありますよ世の中ですからあるんです。でも自分の可能性を追求できるこういう時代にならないとこれからの社会は持ちません。なんでか子どもたちの数が圧倒的に少ないんです。皆さん社会保障どうしますか。これから僕らが生まれた年代岩谷さんと僕ら、まあ、岩谷さんと僕同年代です。で政治に入ったのも一緒。岩谷さんにはぜひ政策するだからやってもらいたい。で岩谷さんと僕らが生まれた時代っていうのは子供が200万人です。200万人生まれてました。今は80万人半分以下です。僕らの時代は7人から8人の若い世代でお一人の高齢者の方をお支えしてました。でも今は2人から3人で1人を支え僕が高齢者になることは頃には1人で1人を支える時代が来るんです。でも僕らが生まれた時に食べるものも困らないこうやってお店があって食べるものも困らないそういう時代でした。そういう時代を作ってくれたのは今の高齢者の皆さんなんです。恩恵にあやかってるんです。だから僕らが高齢者を支えるのは当たり前だと思ってます。でも何分数が少ないんです。納税する方が少ないんです。そうなってくると次の世代や若い世代がチャレンジできる社会を作らないと日本は絶対に持ちません。ここに自民党も含めて正面から向き合わないんです。まず最初に自分たちのおかしなことをやめて改革で財源を生み出して借金もこれも増え続けてますから国会議員は腹くくってやってもらいたいんです。そう思ってるのに今の国会議員知ってます？このまだ冬になってないのに冬のボーナスを受け取ってる人たちがいます。国会議員です。ちょっと前まで僕はポロシャツで仕事してましたよ。民間の皆さんで冬のボーナス今受け取ってる人います？いません。国会議員は受け取ってます。その金額なんと200万円ですよ。誰が払ってるんですか？皆さんが払ってるんです。給料は2000万以上です。維新の会はこの給料を寄付してます。2割カットして9。他の政治家知らんぷりですよ。ボーナスの話だけじゃありません。給料2000万以外になんと毎月お小遣いをもらってるんです。その金額なんと100万円でしょ。いや僕もなんですよ。払ってんの誰っていうことなんです。これ僕は民間の皆さんだったら何も言いません。民間で自分の力で稼ぐんだったらそれは大したもんですよ。違うんです。税金です。今選挙で分配か何とかかって言ってますけど最高の分配を受けてるのが国会議員です。自分たちのルールを作って本当は自分たちが率先して改革して世の中変えていかなきゃいけないのに自分たち最高の分配を受けてるじゃないですか。皆さんのお金です。領収書のいらない経費です。名前は文書通信交通滞在費とかいう下噛みそうな名前です。長ったらしい名前つけてますが実中身はお小遣いです。なんでか経費って言ってるんですけど領収書がいらないんです。領収書のいらない経費なんかこの世の中にありません。民間の皆さんが領収書のいらない経費をやったら脱税です。東大阪の皆さんね、いろんな商売されてる方多いと思います。脱税ですよこんなのやったら。でも国会議員は領収書もいらない税金もかからない給料以外のもの毎月100万円さっさば
ポッケに入れてます。今月100万円、はい、来月100万円ポッケさせたら、ひどい話ですね。それでいて国の借金は今1200兆円です。利息いくらだと思います？利息だけで8兆円、年間8兆円ですよ。この8兆円というのはどのぐらいかっていうと、国の教育予算が、教育です、子どもたちにかける予算が6兆円、教育予算より借金の利息の方が多い。これが今の日本の財政です。皆さんの家計でいうと、子どもたちの学校に通う費用とかいろんな費用、子どもたちの教育費よりも借金の利息を払っている方が金額が多いような家計になっちゃってるんです。これが今の日本の現状です。国会議員知らんぷりですよ。なんとかしてもらいたいですね。改革で財源を生み出す。民間ができることは民間にやってもらう。民間の活躍の場をどんどん作る。これが必要です。今の自民党の政治というのは、自分たちの近いところ、昭和の政治のやり方です。自分たちの近い既得権、いろんな 何々協会、ほならら団体、そこに補助金バーってばらまくような政治、これが自民党の政治です。これで日本成長しますか？これで子供がどんどん減ってる日本、社会保障を持ちますか？そんなんで持つわけありません。自民党の選挙事務所、皆さん一回行ってみてください。もう何々会、ほにゃらら会、ほにゃらら団体、ほにゃらら業界のポスターや推薦状やうわーって張り巡らされてますよ。選挙に受かったらどっち向いて仕事しますか？そういうことなんです。岩谷さんの事務所行ってください。何にもありません。殺風景ですね。あまりにも何もなくてかわいそうだから、僕や松井さん、さっきあの話してらっしゃったのは西野さんっていうこのね、こう地盤にされてるあの方なんですけど、そんな井戸のね、なんかあの名前入ったポスター貼ってるだけ、ほとんど何の意味もありません。おまじないの効果すらありません。でもだからこそできる改革があるんです。それを我々はやってきました。特定のどっかの業界に忖度するんじゃなくて、自分たちのおかしなところも正し、改革で財源を生み出して、民間ができることは民間にやってもらう、民間の活躍の場をどんどん増やす、それで経済を動かす、これをやってきたんです。だから大阪市営地下鉄も僕は民営化をしました。どうですか市営地下鉄、15年前の地下鉄どうでした？トイレ汚かったですね。臭かった。トイレ我慢するトイレでしたよ。トイレしたくても我慢しなきゃいけないトイレ、それトイレって言わないですね。でも今はすごくきれいになってます。これから民営化して地下空間どんどん変わりますよ。2025年万博までにものすごく変わります。楽しみにしておいてください。もうすでに変わり始めてます。そこで新たな産業が生まれてます。経済が生まれてます。雇用や消費が生まれてるんです。例えば売店一つとってもそう。昔の地下鉄の地下の売店しょぼかったでしょ。何か思い出してください。あの何売ってるかわけわかんない売店でした。なんであれわけわかんなかったかっていうと、天下り先だったんです。良くなるわけありません。廃止。今は民間に入ってもらってものすごく良くなってます。経済が生まれてるんです。それだけじゃないです。今までは税金を納めてもらうことはありませんでしたが、今は税金を納めてもらってます。大阪メトロから納めてもらった税金で医療教育福祉、ここを増やすことができてるんです。増税してません。借金は減らしてます。大阪城公園、皆さんたまに行ってみてください。この近所天王寺公園たまに行ってみてください。まあちょっと離れてますけど、芝生になって綺麗になってますね。大阪城公園もおしゃれなカフェなんかできちゃったりして、僕もたまに行くんですけど、まあおしゃれなカフェと僕は似合いませんが、あのたまに行くんです。もうちょっとねランニングしてても気持ちいいですよ。そりゃもう綺麗になってる。なんでか民間に運営してもらうように変えたんです。それまでは役所でやってました。15年前、20年前の大阪城公園、天王寺公園って言ったらなかなか夜とか入りにくいような公園だったんですよ。それが今はものすごく綺麗になって、こう賑やか憩いの場になってます。そしてなんと公園の上、もちろん税金かけてやってました。7000万円の税金かけてやってました。支払い者は皆さんです。でもそれはなくなりましたから、民間に運営してもらって逆にお金もらってるんです。1億円から2億円ももらってます。もらったお金で医療教育福祉、これをこれに回すことができてるんです。給料、あの新たな雇用も生まれますよ。経済が生まれます。民間でできる民間の活躍の場を増やす、これが絶対に必要です。役所の分配の話でありますけども、分配のためのじゃあ財源、これどうするんですか。ここに岸田さんも正面からは答えません。
増税ですか、借金を増やすんですか。これよく皆さん聞いといてみてください。これからいろんな投資討論、まだもうないかな、ちょっと聞いてもらったら分かるんですけど、ここに着目して聞くと本当に大事な部分には触れないんです。もちろん分配してもらいたいですよ。じゃあ分配するためにはどうするか、ここが大事なんです。地面に穴掘って油は出てきません。みんなにいい顔ばっかりして分配はやっぱりできないんです。改革やって財源を生み出さないと、天下りだっておかしかったら変えていく、これで財源を生み出して民間の活躍の場を増やす、もちろん自分たちのこともやるんです。だから教育の無償化も大阪ではできてるんです。可処分所得も増えてるじゃないですか。本来お金使わなきゃいけなかったところ、でもそれも使わなくていいようになった、これもある意味分配ですよ。でもそれは改革をやってるからできるんです。国でもそういうことをやってもらいたい。やってないです。で、触れないんですから。やはり日本を成長させていくためには改革が必要です。大阪城公園の横のところも新しい大学のキャンパスができますから、もうすごいことになります。大阪の梅北のとこあるでしょ、ちょっとここから離れてますけど、あっかも都心のど真ん中に大きな緑をドカーンと持ってきます。こんなのも、大阪の場合風都市が一緒になって改革をして財源を生み出して、それで新しい産業が生まれるような、そんな土台を作ってきたんです。これをぜひ国でやってもらいたい。でもそれをやろうとしたらやっぱ腹くくらなきゃできないです。今の国会議員、ポッケに100万円、はい来月も100万円知らんぼりして入れてる。でこの100万円、維新の国会議員は使い道を公開してます。経費なんでしょ、公開しましょう、せめて領収書を出して公開しましょうってやってます。他の政党に公開しましょうって言ったらやらないって言うんです。ひどいもんですね。挙句の果てにはここの選挙区じゃないですけど、ここの選挙区じゃないか言う必要ないかもしれないけど、辻元清美さんのとこに自民党のね、元総裁、元副総裁とか来ちゃって、わけわかりません。あれなんでわけわからないことになってるかっていうと、自分たちの身分を守ることに関しては一致団結してるんです。僕らみたいに政治家のまずおかしなところを正そう、これが政治家は一番嫌いなんです。でもだからこそできる改革をやってきたんです。だから経済的にちょっとこれは厳しいなと思っても、学校にも行きたい学校頑張れば行けるように、そんな土台も作ったんです。これを国でやってもらいたいですね。ポッケに100万入れるだけじゃなくて腹くぐってやってもらいたいですよ。コロナ対策だってね、腹くぐってやってもらいたい。これから第6波、どんだけ大きな波が来るか分かりません。波が来ないかもしれません。来なければ一番いいですが、どうなるか分かりません。どうなるか分からないから、リスク管理として南港に野戦病院を作ろうというので僕は始めました。でもその時本当に迷ったんです。それをやろうと言うかどうか。政治家はやっぱり言ったことは実行する、これが政治の役割だと思ってます。その時にどうすんの、医療従事者どうやって確保すんの、ご飯どうやって確保すんの、寝るとこどうすんの、いろんな課題山積できない理由を挙げたらいっぱいあったんです。だから他の知事さんもなかなか手出せません。そりゃそうです。僕も迷いました、すごく。でもどんな波来るか分かんないから、やらなかったらゼロだったら、もうできない理由よりできる理由を考えよう、そういう思いで始めました。やらなかったらゼロなんです。できなかったら批判されますよ。でもやらなかったらゼロですから、どんな波来るか分からないんだったらできる理由を考えようっていうので始めました。昨日記者発表をさせてもらいました。この千床の野戦病院が医療従事者の確保も目処が立ち、そして今月末に完成する、運用の目処も立ちました。完成させることができたんです。政治家の仕事は道のないところに道を作る、これが政治家の仕事です。約束したことは実行する、これが政治家の仕事です。今の国会議員これやってくれてますか、今の自民党これやってくれてますか。やってないです。今回の選挙ほとんど全国一律自民党になります。自民党強いですね。もちろん自民党強いけど、ただ全国に一つぐらい改革政党があってもいいじゃないですか、一つぐらい。それが維新の会の役割なんです。それが岩谷良平さんの役割なんです。ぜひね、皆さん岩谷良平さんを国会に送り出してください。厳しい選挙です、本当に厳しいです。僕はもうね、何回か東大阪来させてもらってますけど、
なんで来てるかっていうと厳しいんです、ここの選挙区。まあ大変。でもそこで岩谷さんが立ち上がってくれました。岩谷さんは僕が一番最初政治になった時、一緒の時になったんです。で、岩谷さん自身は本当に政策通で、まあ一時自分の会社の経営があって離れましたが、やっぱり国を良くしたいっていうので、政治を良くしたいっていうので、今回立ち上がってここの東大阪で戦うということを決意してくれました。僕ら100点じゃないかもしれませんが、僕自身が大阪市長になった時は40歳です。橋本さんが府知事になった時は38歳。若いかもしれませんが、まあその分僕ら改革のパワーがありますんで、ぜひ我々に力を貸してもらいたいんです。日本を変えるためにも、まあ日本を変えるってそんな大きな話でできないかもしれないけど、今よりも一歩前へ進むためにも、あと一歩前へ進むためにも、ぜひ皆さん、次の世代、子供たちの世代が、ああ生まれてよかったなと思ってもらえる故郷にするためにも、日本にするためにも、ぜひ皆さん、岩谷さんに力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、ちょっと僕いつも話長いって言われるんですけど、話まとめたら頑張りますっていうことですから。でね、応援に来たらこう言われるんですよ。いや、岩谷さんの応援に来ましたって言ったらね、おい知事、お前も頑張れよ。いや、僕も頑張らなきゃいけないから頑張るけど、でも知事市長では国を変えることはできません。国のルールを作ってるのは国会議員なんです。改革する、そういった国会議員を送り出してください。岩谷さんの役割です。ぜひ皆さん、岩谷さんに後押しをよろしくお願いします。ありがとうございました。吉村知事、ありがとうございました。それでは皆様、ここで岩谷良平候補者による、国政への思いをかけさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、もう3分ぐらいで終わるんで帰らないで聞いてください。候補者岩谷です。皆さん、候補者の岩谷です。本当に皆さん、よろしくお願いします。本当にたくさん集まっていただきまして、ありがとうございます。まあ、先ほど吉村さんからあった通り、本当に今この東大阪大接戦になってまして、まあ、どれぐらい接戦かと言いますと、今週月曜日ですかね、岸田総理がここまで来て相手候補の応援をされたそうです。総理大臣が。で、その次の日には安倍元総理東大阪に来て応援に来たそうですよ。で、今度また高市早苗さんですか、来られるそうです。あ、西村コロナ担当大臣も来られてましたね。まあ皆さん、よく考えてください。私、大物政治家でも何でもないんです。一無名の新人の岩谷良平なんです。それをやっつけようとですね、まあ、一国の総理から安倍さんからもすごいんです。でもね、皆さん、我々には先ほどの西野幸一先輩もいますし、そして松井代表も昨日来てくれました。で、今吉村副代表こうして来てくれてます。そして何よりですね、既得権を持っている組織や団体に属さない皆さんがこれだけ集まって応援してくださってる、これに勝るもんないじゃないですか。皆さん、ありがとうございます。まあ、今回の選挙、先ほど吉村さんおっしゃった通り、改革の旗が国会から下ろされるかどうかっていう戦いになってます。岸田総理を改革の旗を下ろしてしまいました。そして安定って言ったおっしゃってるんですよ。でも皆さん、安定安定ってこの30年間、国民の皆さんの暮らしどんどん不安定になってませんか。この30年、日本は失われた30年と言われてます。日本だけ経済成長してないんです。景気ずっと悪いんです。日本だけです。その結果どうなったか、皆さんのいわゆる可処分所得、手取り額、この手取り額がどん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 減っていって、この20年ぐらいで1割以上減ってるわけなんですよ。なんでか、改革しないからですよ。安定とかいう言葉でごまかして、結局現状維持。でも会社経営してた私からも言わせれば、民間の皆さんも同じだと思います。会社でもそうです、国でも一緒です。現状維持なんかしたら衰退していく一方なんです。結局改革をしないと経済は成長しませんし、経済成長しないと皆さんの手取り額も増えていきません。そして先ほど言ったような1200兆円の借金も皆さんに結局増税という形でのしかかってきます。そして年金も、先ほど吉村知事が言った通り、皆さんの年金だってもう持続可能性に大きな疑問符がついている。本当に皆さん、もうこのまま安定なんていう言葉でごまかす政治をやめさせていただいて、大阪でやってきたような改革、今国会に必要なのはこれじゃないでしょうか。皆さん、
ありがとうございます。そして吉村知事は大阪を離れられません。同期です。一緒に改革やってきました。私方に良平を国会に送ってください。必ず大阪と同じような改革を国会でやっていきます。皆さん一票一票の戦いです。どうか力を貸してください。期日前投票行ってない方いますか？行ってない。ありがとうございます。あそこイオンありますね。イオンの上に8時まで大丈夫です。投票整理券も免許証も何もいりません。手ぶらでこの足でイオンの上に行っていただいたら期日前投票できます。岩谷、吉村博美じゃないですよ。岩谷良平と書いてください。そして、維新の会と書いてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。本当にありがとうございます。頑張ります。皆さんありがとうございました。ぜひ岩谷良平をよろしくお願いします。ありがとうございます。寒くなりましたんでね、ちょっと暖かくしてください。ありがとうございます。岩谷お願いします。皆さんありがとうございました。ワトルにいただきましてありがとうございました。ぜひ岩谷良平よろしくお願いいたします。31日が投票日です。岩谷良平よろしくお願いいたします。